押すだけで pc スマートフォンの画面をプロジェクターテレビなどに大画面ミラーにできる m a c サーブミラーリングボックスのご紹介です。皆さん pc をプロジェクターに繋げて、会議する際に hdmi の線が煩わ,わしいと思ったことありませんか？ミラーリングボックスは簡単3ステップであっという間に会議を始められます。まず、ワイヤレスロングの usb を pc に接続します。 次にワイヤースドングルの点灯がしたらボタンを押しますそして投影しますあっという間にできましたねあとはボタンを押すだけで簡単に切り替えられますドングルを PC に挿すだけで追加できますワイヤース表示は何も PC だけではないですスマートフォンや タブレットもワイヤース表示が可能ですそれも非常に簡単です今日は iPhone でやってみたいと思います iPhone の設定画面からミラーリングボックスが出している Wi-Fi に接続してくださいその後 AirPlay を実行すると表示されます簡単ですよね 最大4画面同時表示することが可能で、例えば図面と実際の写真を比較しながら話し合いするということも可能です。5ギア仕様で 4K 動画も再生可能です。ワイヤースなのにスムーズに再生できます。重いコンテンツでもスムーズに再生できます。 大きな led ビジョンなどに繋げれば大きく見せることができます。この洗練されたフォルムのミラーリングボックスを会議室に置いてより良い会議員にしてみませんか？